ですね、今日は渡辺さんに初めてこのラジオの方に、出演していただいて、実際どうでしたか、感想は。もうかなり真面目に話してしまったので、はい。なんか私のキャラが3分の1ぐらいしか出てなかったなと思いますけ確ど。かにそうですね。普段の状況とちょっと違うよね。これで普通にね、多分喋っちゃったら、ね、番組名きっと変わっちゃう、渡辺あかねになっちゃうんで。そうだね。乗っ取られちゃうよね。そう。そうですね。でもどうでしたか、今日。だいたい10分ちょっとの話でしたが、楽しかったです。はい、本当にね、もっと自分も風水鑑定受けた話もっとたくさんしたかったけど、そうですね、うん、でもそこでね、少しでも気が変わって、いい状況になられて、今後ますます、発展されるといいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。